なんかだって23、4歳なのに、はい、なんか年々体調が悪くなるって言ってたんですよ。あ、そう、本当、絶望してました。そう、だからなんかもうなんか60ぐらいの人が言うようななんかもうこの先いいことなんかみたいな雰囲気そうなんですよ、なんかまともに働けなかったし、体力的に、やばいなね、結構なんか、うん、話しててそう、冬が死んだら終わりみたいな雰囲気がもうなんか会話が止まっちゃうなみたいな感じだったんですけどそうです、全然今は素晴らしいですね。そうですね、やっぱ初期の頃のなんかイラクヤとか見返すと、うん、なんか不幸オーラすごいです、ね、そう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 、病んでる感がすごかったです最初の挨拶からやばかったですね。そう、目も合わさないし声小さいしどうしようと思いましたもん確かにこの人出れる人かなと思ったんですけど、うん、大丈夫だったからよかったです。いや、よかったですか、みんななんか私が力加減をねやってないんじゃないかと思われるかもしれないですけどね普通に今までとあんま変わってないですからねこれすごいね、うん、でも足もあったかくなってるんで、でコリも少ないんですよ。あ、少ない、すごい冷えてますね。そう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 、だから今こうやっててもちょっと力入れてもそんな痛くないですよね。あ、はい、気持ちいいです、うん、コリはね前みたいな状態じゃないので。そうですね、だから、まあ、やっても気持ちいいんですよね、うん、血流が良くなったんですか。うん、だったり、まあ、あとはその、まあ、普通に動かれたり、まあ、あと今その不健康に太ってないっていうのもいいことだと思いますね、うん、老廃物が減ってるんだと思います。あ、で無理に変に痩せてるわけでもないから、あ、多分体の調子が割といいんじゃないですかね。こっちの方が硬いですね。ああ、ちょっとどちらかというとこっちの方が硬い。こっちの方が痛い感じですね。指先はそこまでじゃないですね、はい、あ、でも痛いですね。痛いは痛いですねで前だとこうゴリゴリ音してましたもんね。怖いでも今音も出ないですここ少し鳴る。あ、でもうん、本当硬さは全然和らぎましたよ。おみたいですね、はい、結構頭が疲れてるかもしれないですね。とここだとちょっと首が凝ってんじゃないですか。あ、そうですね、それも感じます、はい、首のとこがこれ音鳴ってます。あ、そうですね。結構汗が出てますね痛い。これ痛いですね。
ちゃんと流れてるから本当良くなりましたよ。そうですね。まあ本当、うん、なんかもっと打ちもあった。そう。こう。いやなんか私は嬉しいですよ。今ぐらいだとこう気持ちよさもありますよね。気持ちよさ7割、痛さ3割って感じで、まあ痛さ9ぐらいですもんね。そうですね。たまに気持ちいいみたいな、うん、そうそう、ほとんどは痛いっていう。良かったですね、本当にね。良かったね。うん。足首とかも動かしてます？あ、その回すように。あ、素晴らしい、変わりましたね。変わりました。うん、すごいすごい、びっくりした。多分私史上一番硬い人だったんで。そうですよね。そう。すごい。あの男の人だとね、ほんと硬い人結構いるんですけど、どっちかっていうと女性はそんなに足首硬くない傾向なので。そうですね。いや変わりましたね、すごい。はい、よかったよかった。自分でやっぱりやってくださるのが一番いいので。そうですよね。うん、そうそうそう。あ、すごい変わりましたね。お、うん、よかった。すごいすごい、健康に目覚めたんですね。そう、あの自分に関心を少し、うん、受けるようになって、うんうん、おー、すごいすごい、いいことです。はい。でも全然違いますもんね。違いますよね。ね、やられててもね、はい、思いますよね。なんかじゃあ今過渡期なんですね、多分ね。え、変換期というか、あ、なんかこう良くなったり悪くなったりが結構体が変わる過程で、そうですね、あるのかもしれないですね。ベッドは何かしました？あ、もう一つなんか分厚い、はい、はいはいはい、布団を、はいはい、あ、足してっていうか、足しました。あ、じゃあだいぶ軽減しました。楽になりました。そうですね、腰は楽になりました。ああ、良かったです。多分ちょっとそのままだとね、結構気になっちゃいますよね。本当ですよね。いいじゃないですか、足もすごい、そんなに大騒ぎするところなく。あ、確かに、やっとなんか人並みに慣れた気がする、うんうん、ねえ、よかったですね、はい、どうですか、こういうぐらいだとこうちょっと終わった後すっきり感というか、普通に、うん、で、そんな嫌な感じないですよね、はい、痛すぎちゃうとなんかもう怖いみたいなね。なっちゃいますけど、恐怖心が、うん。
大丈夫そうでしたね、今日は。よかった。はい、拭き取ります。以上ですね、はい。はい、お疲れ様でした。ところで、本間さん、はい、何か告知などありますでしょうか。はい、仕事の告知はないんですけど、はい、最近ツイッターをやめて、はい、インスタグラムを始めたので、はいはい、よかったらフォローしてほしいんですけど、はい、名前が葵美琴っていう。あ、そうですよね。そう、はい、名字つけました。はい、名字つけてやってるので、はい、よかったら探してみてください。はい、ありますね、青い。あ、そうですね。アンダーバーでしたっけ。あ、そうですね、下のなんか、うん、下の線ですよね、はい、アンダーバーが入って、はい、青い、アンダーバー見えることでアカウントですね。はい、はいはい、ですね。結構、あれですよね、肌の露出が多めの写真もあったり、はい、あ、そうですね、ですね、はい、まあ、お好きな方はぜひ、はい、お願いします。はい、私もインスタをやってるのでよかったらフォローしてください。では、今日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。See you!